エアドロ飛んでるな。落としそうだけど。落とした。さすがにこの装備じゃ取れねえかな。ハイエナ目当てで行ってみるか。これが夜だったらワンチャンあるんだけどね。夜じゃないし。今ログインしてる人も結構いるんで。微妙だな。この拠点は何だ？抜かれたのか。すごい広く外壁巻いてるね。馬いるし。サプライ説ある。あそこアクティブだな。サプライシグナルかも。サプライっぽいな。入りそうだ。サプライだったけど、中の人取らないんだ。それを分かってて誰も来てなかったのか。原人はいたけどね。さっきのエアドロの時といい、あんまり銃声しないな。割といるはずなんだけどね。いたわ。え、なに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 ？上から撃て、え？やば。いて。注射器もったいないな。サイレンサー付きの何かで撃たれた。だる。逃げようと思ったら多分撃ってくるな。絶対見てる。うわ。マジでやめてほしい。誰も得しねえよ、こんな。平和なところから撃ち上がって、あいつ。まだ見てんのか？でも感覚的にボルアクかな。となると、あそこの拠点の人相当強いぞ。お、道沿い走ってるやついる。また撃ってきてるわ。なんか入ってた。マジで？うわ、これタンス壊しに来たいな。じゃ、クマやめて、マジで。これあれか。リボルバーとか異様で販売してたって感じだ。自動販売拠点が風化したっぽい。ありがてえ。無償でこんだけ手に入るって。しかも、前回頑張ってリサーチしたセミオトライフル普通にゲットできたっていう。もう顔を出してきてはないね。無事帰宅。硫黄ゲットできたのうまいな。お、なんか久しぶりに雨降ってきたな。夜になりそうだけど、タンスを燃やしちゃいましょう。目立つ。少しだけ入ってましたね。夜の間に自動販売拠点を建築しちゃおうかな。夜が明けてきたので、自動販売拠点を建築しに行こうと思います。すごい雪降ってる。太陽が綺麗だな。この辺に建てちゃおう。自動販売機。
設置。よし。ガレージドアをつけちゃいましょう。よし。一回拠点に戻って販売するアイテムを取りに行きたいと思います。え？撃たれた。自動販売機でこれらのアイテムを販売しようと思います。在庫入れに行こう。ワークベンチレベル1スクラップ40。ガレージドアスクラップ160。リボルバースクラップ40。鉄手斧のスクラップ30。ツルハシスクラップ30。注射器もスクラップ30。売れるかどうか。売れたらね、結構スクラップ入ってくるね。ということで、位置情報を公開。ちゃんと販売できてますね。雨だからみんな外出してねえのか、これ。人いるな。二人組？ヘッド入れたやつは逃げられたか？ん？奥にまたいるね。また二人組？またいるんだけど。そろそろ出血で死なないか。あ、いる。サイレンサーでわかんねえ。どっから撃たれてる。うわ、そんな近くにいたのか。回られてるかな。トリンヤードモニュメントパズルしたいと思います。あれ、なんか今上いた。点火はされてない、ね、箱は開いてない。武器の現物はいいから。そうだな、何が欲しいだろう。そういや、ダブルバレルショットガンはなかなか現物手に入んないですね。戦闘でもそうだし、藁箱からも出ないし。点火。あ、足音する。声優所ありがとう。これで青のキーカードが壊れてしまいますね。湧いてる。武器ボックスめちゃめちゃあるわ。現物が、お、サプライシグナル。マジか。結構セミライの銃声してますね。無事帰れるかな。サプライシグナルとか投げるタイミングないけどな。一応拠点に持って帰りたい。よし、無事セーフゾーン着きました。トレインヤード全部箱開けなくてもモニュメントパズルの箱だけですごいスクラップいくね。そして赤のキーカードも拠点に溜まりつつあるから、ロケット施設も視野に入れておきたい。分解していきましょう。分解終わってスクラップ284。え？エアドローめちゃめちゃ近いんだけど。サプライかな、さすがに。セミライの銃声めっちゃしてる。サプライっぽいな。え？多分あの人、救援物資取りに行ってる。やられるぞ、その装備じゃ。
よし、無事帰宅。装備系をリサーチしていこうと思います。コーヒー缶のヘルメットから。そして前だれ。ブーツ。レベル2ベンチの技術ツリー見るとこんな感じですね。道路標識のジャケットアンロックしちゃおうかな。あ、でもできないのか。防護スーツアンロックしないといけないんだ。まあこれは現物で手に入れよう。まあでも今回で自動販売機設置したんで、その売り上げのスクラップで、まあまた何かしらリサーチできたらなと思います。